どうも、柴田です。あのね、スマップが解散するらしいですよ。なんでも、ジャニーズ事務所の次期社長候補二人、の、がいて、で、それがなんか派閥争いをしてて、で、なんかその派閥争いのごたごたで、なんかそのスマップが解散することになっちゃったらしい。まあ、詳しい話はね、俺らもなんか文春とかね、そういう雑誌を見てください。で、まあ、俺がね、言いたいことなんだけどね、あのね、そもそもね、スマップ、もうメンバー、みんな40歳超えてるでしょ。クソじじいじゃん。ね、アイドルって、アイドルって、あのね、スマップなんか、さっさと解散させろ。ね、もうスマップなんてみんなじじいだし、不祥事ユニットだから。今日は、スマップの、メンバーがこれまで起こしてきた不祥事をちょっとまとめた。まずね、稲垣吾郎。こいつはね、もう有名な事件を起こして、女を引き逃げしようとしたクズ。2001年、駐車禁止のところに車を止めてて、で、なんか女性警官に見つかって、女性警官3人に取り囲まれた。で、車から出てきなさいって言われたところを、車を急発進して、女性警官を跳ねたんだよ。ね、これ引き逃げしようとしたね、女性警官を警官殺し、警官殺し。とんでもねえね、悪党。で、これ草薙剛。そして、皆さん、はい。皆さんご存知、草薙剛。こいつは、変態露出魔。これはね、2009年、東京都港区の公園で、深夜、全裸になって、大騒ぎ。ね。裸の何が悪い裸の何が悪いって言って、ね、深夜に大騒ぎして、その場で警察官に現行犯逮捕されます。そして木村拓哉、2004年に、ドラマの撮影中なんだけども、なんかまあファンサービスで、アイスホッケーで、なんかその、パックを、こう、打って、で、そのなんか、女性ファンの顔にぶち込んで、女性ファンに、なんか口とかをもう何針も縫う大怪我をさせたっていう、とんでもない暴力野郎。そして中井正広。こいつは、中絶。女性に中絶を強要させてる。当時、まあ、定期的に肉体関係を持っていた女性から、妊娠を告白されたら、その中井正広が、まあ、中絶しろと。中絶強要した。で、まだただの細胞だし、手術も簡単だから、大したことないよ。とかね、もうクソみたいな発言してるから、毒図やで、毒図。うん。あとね、最後、香取慎吾。香取慎吾はね、もうパクリ野郎。ね、おっはーっていう、慎吾マっていうさ、超寒いさ、キャラいんじゃん。慎吾マっていう超寒いの時キャラの時やった、おっはーっていうあのギャグが、実はあれ、おはスタっていう番組の、ね、ヤマちゃん、そして、ベッキーが当時使った、おっはーっていうギャグの丸パクリなんだよ。そう、当時、その、オハスタでは、山ちゃんとベッキーが、ベッキーお前スマップの解散騒動お前なんかラッキーとか思ってねえだろな、お前おい、ベッキーなんでも、ね、この大騒動の、時にもう、ゲスト極みのボーカルが、ね、奥さんに、もうなんか離婚届、卒論を送りつけて、もうね、このね、こんな騒動になっちゃったから、ね、離婚してくれって、で、未だにこう卒論を叩きつけてるらしい。ひどいったらありゃしないよね。ね、しかも、ベッキーの、会見の時の服装もなんかコスプレチックで、なんかあれはね、奥さんに対するね、攻撃の姿勢だみたいなこと言われてるし、おい、ベッキー、お前が一番クズやで。いいか、お前、スマップ騒動で、スマップの解散騒動で、自分のことが忘れられたらって思うなよ。お前がしたことは、大泥棒だ。大泥棒だからな。人の旦那を取るっていうのは、それは何よりも大事なものを盗んだという、お前、犯罪よりもひどいことだぞ。いいか、ベッキー、俺はお前を許さんからな。ファーク。